皆さん、こんにちは。福井学園学年生の湊りり子、河内すず子、大和美優、新倉真由です。私たちは学校の学習で年々若いオペレーターの方の人数が減っていることを学びました。さらにこの資料を見てください。どう思いますか？そうです、札幌市の要望ランキング第1位は雪に関することなんです。このままだと雪国札幌の危機です。私たちは市民全員で雪国を支えていきたいと思っています。そこで我々札幌市民ができることを2つ考えてみました。1つ目は雪に親しみながら除雪をする。そして2つ目は少しでも札幌市の除雪に協力するということです。なぜ雪に親しみながら除雪をするのかというと、我々ができる範囲で雪かきをすることによって少しオペレーターの方々の仕事が減ります。そして雪かきはとても大変だと思います。ですが雪に親しみながらすることで大変な雪かきも楽しくなると考えました。雪かきで一つの場所に集めて雪を使って楽しめるようなものを作りたいと思っています。雪を利用したかまくらや休憩スペースなどが作れます。私たちは休憩スペース作りをしてみました。この写真が実際にやった時の写真です。最初は雪かきをします。そして形を整えて完成です。雪山を作り、少し掘るだけで椅子が簡単にできたり、休憩しながら雪かきができるという良さがあります。すごく簡単にできるので小さなお子様とも一緒にできます。ぜひやってみてください。また作った後に利用ができるので除雪中の楽しみが増えます。実際にやってみてすごく楽しかったし、椅子の座り心地も最高でした。ついでに北海道新聞に載っていた雪かきのコツについてご紹介します。1つ目はスコップで木を持ち上げた時に、お相撲さんが四股を踏むように膝を軽く曲げ、背筋をピンと伸ばし体全体をうまく使う。2つ目は雪を捨てる時に体をひねると腰に悪いので、捨てたい方向に体の向きを変えて正面に捨てる。この2つを意識しましょう。私たちはこの2つを意識して実際にやってみました。こちらが悪い例です。雪を体の横に捨てています。そしてこちらがいい例です。雪を体の正面に捨てています。いい例でやった方がすごく楽でした。2つ目の少しでも除雪に協力するというのは、路上駐車をなくし道路に雪を出さないということです。突然ですが皆さん、道路に雪を出していませんか？出したいっていう気持ち、私たちにも分かります。ですが道路に雪を出してしまうと困ってしまう人たちがいます。それはオペレーターの方々です。道路に雪を出すと除雪の邪魔になってしまいます。実際に今どのくらい路上駐車をしている人がいるのか、オペレーターの方に聞いてみました。路上駐車をしている人は今現在除雪路線延長の約 0.2% くらいいるそうです。ですがオペレーターさんが担当している東区内では、市民の協力もあり、工場や倉庫周辺を除いて年々減ってきているそうです。またこの資料を見てください。冬のルールを知らない人が約2割、知っていて実践している人は約7割もいます。しかし残りの1割は知っているが実践していない人たちです。今路上駐車をしている 0.2% の人たちに、路上駐車をやめてもらうために呼びかけのポスターを作ってみました。そのポスターを愛の里まちづくりセンターに掲示させていただいています。これが私たちの作ったポスターです。ポスターを作ってる中で気になったことがあったので、実際にオペレーターの横山さんに取材してみました。まず札幌市の現状は、年々オペレーターや運転手の高齢化が進んでいて、新しく従事する人が少なく人手不足に悩んでいるとおっしゃっていました。今の現状を少しでも変えられるように頑張りましょう。次にオペレーターの仕事で一番大変なことを聞いてみると、自然が相手になるために業務の調整や大変を行うことが大変とおっしゃっていました。最後に協力してもらいたいことについてです。聞いてみると、道路の脇にある雪山で遊ばないでほしいということや、交通事故の原因になってしまうため道路に雪を出さないでほしいとおっしゃっていました。私たちもできることを考え、オペレーターの皆さんの仕事を少しでも減らせるように頑張りましょう。札幌市民の皆さん、楽しみながら除雪をしたり、札幌市の除雪に少しでも協力したりしてほしいです。私たちが皆さんに伝えたいことは、オペレーターの皆さんと一緒に雪の問題を考えて取り組んでほしいということです。そして雪国札幌を守っていきましょう。最後まで聞いてくださりありがとうございました。